お伝えしていますように午前8時6分ごろ東北地方で震度4の地震がありました岩手県の沿岸部には津波注意報が出され宮古市などでは実際に津波が観測されましたが津波注意報は先ほど午前10時20分にすべて解除されました気象庁によりますと午前9時7分に岩手県の久慈で20センチの津波を観測しました気象庁は先ほど午前10時前に会見を開き 今回の地震は4年前の東日本大震災の余震だと分析しています。これまでに震度1以上の余震は観測されていませんが、今後1週間程度は最大震度3程度の地震に警戒が必要だということです。今回の地震と津波注意報を受けた各自治体の対応です。岩手県の久慈市と大槌町は避難指示を出しました。また釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町 岩泉町は避難勧告を出しています久慈市では小学生189人が避難しています大津町では100人以上が高台に避難しているということですこの地震で青森県の後戸町や青森南部町また盛岡市や宮古市などの岩手県を中心に広い範囲で震度4の揺れが観測されました 東北電力や東京電力によりますと、今のところ、原子力発電所に異常はないということです。